今日をもちましてラビスブログ2本ラビスブログ、はいどうも皆さんこんにちは、ラビスブログのタカです。いきなりですが今日をもちましてラビスブログ2本を出ます。今までエピソード1から4まで上げさせていただいたんですけど、そこで英語が話せないっていう自分自身がいて、それを英語を話せるようになりたいという思いが今まであったので、その英語を話せるようになるためにある国に勉強をしに行ってきます。でそこである程度の期間勉強して、それの後に次の国に行って、そこでお仕事をしたり生活をしたりしてみたいと思っております。今まで通り映像としては面白い映像を作りたいと思ってますし、海外での生活なんとかも紹介したり、今の海外の状況、英語が喋れるのにどうしたらいいかとかも、そういうのも全部紹介していきたいと思うので、これからも見ていただけると嬉しいです。まだ見てない方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。ピース out。